公私立図書館は、山口県光市に所在する公共図書館。旧光市、旧光市立図書館の本館と、旧熊毛郡山和町、旧山和町立山和図書館の山和文室からなる。1862年、南馬寺岩が、市塾養儀場を開設し、同時期に建ての村宮川地に、私立図書館の高山文庫を設けたことが、当館の禁言とされている。 向山文庫は講師指定史跡に指定されている。講師や山口県の郷土資料なども揃えられており、ビデオや DVD、CD 等を館内で視聴することができる。山口県立図書館と連携しており、山口県内及び日本国内の図書館で相互対策が可能となっている。合併前の遠隔及び合併後の各館の個別の遠隔は各館の節を参照。 孔子役所の向かいにあり、孔子文化センターが隣接している。隣に、商工高校等学校が立地しており、桜の開花時期には同校に植えられている桜の景色を堪能できる。戦術の通り、孔子立図書館の起源とされている、私立図書館。江戸時代この立の村は、長州藩宿り木組み清水屋代々の一郷市村智之地で、その地赤化老職にあった。 南馬修正は、領地内に、私塾養疑場や忍議会などを設立し、郷土指定の教育に努めた。しかし、1864年に起こった禁門の変の責任で、藩は俗論派政府の主張で、福原、国史、増田の三家老に切腹を命じた。また、この事件に関与したとみなされ、立野村で撤居していた家老の清水親父も萩議評に、 呼び出され、切腹させられた。その後、南馬修正は、清水家に伝わる書物に、自家書像の書籍を加え閲覧公開をするため、1883年には、新たに2階の建物を建て、清水親父の法名を、ひとし沢院伝、向山義雄にちなんで、高山文庫と名付けた。文庫の文字は三条、耳の書で、下方の行行の額は、 長州藩士毛利玄徳の筆である。縦野の島田川市流、桜井川沿いに旧南馬家があり、その庭内に高山文庫の額がかかった土蔵がある。近くには創設者の南馬丹安沖菜の検証碑が建てられている。広さは23.19平方メートルあり、文庫内の中央正面には祭壇を設け、孔子と親地の木造を安置した。 1908年には一般への開放と同時に山口県立図書館の巡回文庫を借り受け利用に供するなど積極的な動きも見られたが年々活動が停滞し後輩がひどく文庫を閉じた閉鎖後は書籍の一部を県立図書館へ委託したが山口県文書館が設立されたためその書籍は文書館に移動しさらに1971年に 光市文化センターに帰宅された。向山文庫と虎ノ門事件、南波大輔のせいか、高山文庫が付帯している、虎ノ門事件を起こした南波大輔は、向山文庫を設立した名家、南波家に生まれた。南波の父、佐久野心は、更新クラブ所属の衆議院議員であった。母は、南波六。四男であった。徳山中学時代は、 父の影響を強く受けた、皇室中心主義者であり、大阪朝日新聞の非売運動を行うなどしていた。しかし、中学5年生の時、田中義和陸軍大臣が山口に帰省した際、強制的に沿道に整列させられたことに憤慨し、思想的な変化が芽生えた。この思想変化が、後の虎ノ門事件を起こす動機となる。大鳥城中学でも学ぶが、後に中退。 1923年12月27日、南波は東京、虎ノ門で皇太子博人新郎を近接狙撃するが失敗に終わる。南波は革命万歳と叫び逃走を図るも、激光した周囲の群衆の暴行を受け、警備の警官に取り押さえられ、現行犯で逮捕された。南波の出身地であった山口県の知事に対して2ヶ月間の2割、現行。 途中南馬が立ち寄ったとされる京都府の知事は県責処分となった。また、南馬の郷里のすべての村々は正月行事を取りやめ禁止し、南馬が卒業した小学校の校長と担任は教育責任を取り辞職した。南馬大輔の父で衆議院議員の南馬作之進は事件の法を受けるや、直ちに辞表を提出し、平門の様式に従って、 自宅の門を青竹で結びへの一室に撤去し、食事も十分に取らなかった。作野心は1925年5月に死亡した。大輔の長兄は勤めていた工業会社を退職し、家族以下撤去生活を続けた。この事件の影響で、南馬家は、いわゆる村八部状態になり、向山文庫が荒廃するきっかけになったという諸説がある。 甲子役所山和支所敷地内にあり、同市所に隣接している。アジサイ文庫という愛称は、合併前の山和町の町花がアジサイによることから。ありがとうございます。